はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はサクセスマウンテンの練習をやっていきたいと思います。野手でやっていきます。で、編成の方なんですけれども、前回のガチャ動画でも少し、触れましたけれども、こんな感じになってます。まずは特攻金徳っていうんですかね、登り竜をタイガくんで、取りまして、であとはアーチストシナリオ金徳で取って、ローリング打法もシナリオ金徳で取って、代打の神様をホムラちゃんで取ると。これで一つ、完成ですね。ちょっとなんていうか名前は忘れちゃったけど。で、あともう一つが、一発逆転をムッチャンで取って、カジバのバカ力をルカティンで取って、勝負師をシナリオ金徳で取ると。これで一つ完成ですね。とあとは、トリックスター火山院から取って、高速ベースランを、ヤバイ君で取って、まあ、2つで、完成するものがありますので、一応これで全員分がこう金徳が生きてくるというところになります。で、きついところはやっぱりシナリオ金徳の3つ、アーチスト、ローリング打法、勝負師をね取っていかなきゃいけないっていうのと、火山院が、トリックスター不確定になってますので、これを全て通さないといけないというところですね。まあ相当きつそうだけど、まあ、やっていきましょう。まあ、ここで通してもしょうがないっちゃしょうがないけど、まあ、どんな感じになるのか。火山院コツがあるので、まあ、かく乱のコツは欲しいよね。で、あとサッカー練習をねやっぱりこなしていかなきゃいけないんで、まあ、今回ねルカティンと火山院が2人いるんで全然いいんですけれども、ここちょっとフォワードでいきます。筋力はねやっぱり足りなくなりそうなんだよね。で、メンタル、火山院、かく乱、いいね。かく乱はただね、取れるは取れるからね、パワーコツ。なんか普通にやってればかなり調子がいいな。普通にやってればね。ここやったら特能をね、取っていくから、普通にはやらないんですけど、ルカティン。まあ、ルカティンとね、火山院を中心に取っていきます。高い。あと監督もまあまあまあ追わなきゃいけないっていうのと、あとむっちゃんか、むっちゃんはまあ早めに乗せたいは乗せたいよね。やっぱ絡めたいは絡めたい。こういう時ヤバイくんに行くのか、むっちゃんプラスルカティン、まあ、ルカティンでサッカー練習が起こる可能性を信じてやる。よし、 OK。 ない。追加でねポンって来てくれればいいんですけれども、火山院、火山院よく来るな。どうしよっか。じゃあかく乱3でいいか。かく乱3で取っちゃいましょう。で、打開もいいや、取っちゃおう。0% か。 OK。 で、本塁生還、本塁生還もなんかイベントで取るじゃん。またパワーすげえな。あ、で、ここ早く帰ると走塁のコツがもらえる。今回高速ベースランは狙っていくんで、むっちゃんとヤバイくんでいっか。 OK。 空中戦、ハイボールヒッターで甲子園でこうしたい。これでかく乱が取れたんですけれども、ちょっともうかく乱は取ってあるんで、まあ、広角打法掴んでいきますか。で、39% はちょっと重いよな。寝とくか。いや、待てよ。カロリーバー1個使っちゃおう。結構ね、回復は大丈夫なはずなんで、で意外性も、まあ、ホムラちゃんとかのイベントでコツが取れるっちゃ取れるんだけど、本塁生還もどうしようかな。臨床ちょっと少ないから置いとくか。じゃ意外性は取っておく。これでちょっと待って、むっちゃんプラスヤバイくん、ルカティンコツ、こっちだな。ラッキーボーイは火山院も持ってたよね。で、これがなあ、んまり早く進むと走力が上がりきってない時に来る可能性があるんで、多分総力だよね。
火山院のやつは。で、意識がやばいくんは下で、イベントを進めていきますと。で、こういう何にもやることがないときは、むっちゃんの評価上げてーなー。ちょっとあげよう。怪我した。しょうがない。ゲ、そうだ、下がるのも増えてんだっけ。下がり幅いいね、回復。もう1週間早く来てほしかった。で、パワーはじゃあちょっと D まで上げて、ミートは E まで上がるかな。上がったね。で、火山院か。そうだね、ちょっとサッカー練習を目当てに火山院と練習をする。あれ、本塁生還って掴んでなかったっけ。で、穂村ちゃんのバイト、意外性は戻ってあるんで特に必要はありません。で、メンタル、お、ダブルが来てる、いいね。ちょっと待ってね。うん、こっちでむっちゃんの評価全然上がってないな。まあいいや。あ、本流性が掴んじった。筋力だけやたら上がっていくな。で、不運などない、これは下にすると逆境のことがもらえますと。カジバのバカ力からのね、骸骨になるんで経験点も悪くない。で、スバルは例によって退部に追い込む。こいつ何逃げてきたな。スバルはね、結構ね、真ん中に弾が集まるんだよね。こうやってて思った。だ、フォークとかスライダーも結局は真ん中に弾が集まってくるんで、全部ホームランだし。10球やってさ、ホームラン全部打たれるってさ、よっぽどだよね、その現実的に起こったら。何が甲子園を口にすることだけのあるだけのことはあるだよ。偉そうに。お、むっちゃんいる、いいね。ちょっと絆が発生してないんで、タックに絡んでるわけではないんですけど、いいね。回復回復回復。これどうしよう、飲まないでいいや。ちょ、安定を取ります。で、ここは高速ベースランを取りに行くんでした。やばいくん経験点も悪くないね。むっちゃん乗せてえな。ちょっと一回むっちゃんやろう。永瀬くんの評価も上げるという意味で。よし、ちょうどサッカーも発動してくれたし、回復もしてくれたし、守備、守備と精神が上がってくれるとね、嬉しいんだけど。これで絆は発生しましたと。そうだから本当はね、ちょっとむっちゃんのね、まあ、自分は PSR ではあるんですけど、さすがに解放してないん でプラゴになるとね、マジでイベントボーナス80になるんで、もともとイベントボーナスいくつかっていうと50なんですよ。で、50から80に上がるんでね、マジで PSR プラゴのむっちゃんがいたら速攻で借りるんですけど、まあいないよね。これどうしよう、サッカー練習を狙いたいんで、ね、ルカティンのいるここ、まあ、他に評価を上げたり回復を狙ったり、まずサッカー発動しました、呼吸つかみました、回復してくれました。これさっきさ、夜だったよね、サッカーやってたから。で、黒魔術に頼りましょう。で、メンタル、小村ちゃんまだか。まあちょっと回復しつつ小村ちゃんの効果を上げていきます。パワーコツすげえな。で、不運の結果、これは教えてもらいます。正直どこだっていいんだけど、サードディア一応ね、キャッチャーでやる方向も、まあ、見出してはいるんすよね、考えてる。で、キャッチャーでやる方向だと
まあ、結局シナリオ金徳はね3つ取らなきゃいけないっていうのはありますけど、通常の金徳がね不確定組を入れなくて済むっていうところが一つメリットにはなりますね。で駆け回るランナー、これ2回目が発動したんで、ちょっと総力を上げていきますか。でバイトが終わって総力どんだけある、うわー C にしたいんだけどな、無理かな、あー1足んねえわ、なんか練習しよう。メンタルかルカティン、やっぱルカティンとのサッカー練習いいね。88も、そうルカティンはね今回 PSR をお借りしたんですよ。だから経験点も上がってるはず。で総力はなんとなく C にしておこう。でパワーも C にしておいて、精神がだいぶ余ってんな。呼吸2か、ちょっと足んねえや。えっ、ちょっと待って、あれを取ろう、逆境。あと牙との勝負もねあるからね、それを考えるとちょっとやっぱりパワーとか上げておきたい。おい、ルカティンとの練習狙い、いいね。来ないね。で2回目窮地で、クリスマスは別に過ごせるわけではないので、むっちゃんとヤバイくんか、まあ、ここにしときましょう。お、いいね、ヤバイくんとサッカーでむっちゃん回復で不運の結果2回目。でここはどっちでもいいんだっけ、取れるものが確か違った気がする。不運の結果2回目、帰るだと本類生還だけど、本類生還はもう持ってるんだよね。じゃあ帰らないにして競争心つかみます。競争心1でいいか。でクリスマス、あそっか、クリスマスがあるから回復だけはするのか。で守備だな、じゃあちょっとコツを少し見ていきます。窮地も1でいいな、で競争心も1でいいでしょ、本当にセカンドなんか5になっちゃったかな。であとやっぱり精神が結構あるっちゃある。ムード取っとこう、敏捷が足りないね。ただまあ敏捷はもういいか、金徳とか盗塁がね、特攻特殊能力みたいな感じになってるんで多分大丈夫だと思う、そこら辺は。メンタルでいきますか。火山院サッカー練習を狙って、小村ちゃんの評価が上がってるけど、まあどっちでもいいや、発動してくれればとりあえずいい、練習につけよう。体力は有り余ってるからね、からの初詣で、ここはまあ経験点狙いでいいでしょ。パワコだからちょっと増えてますね、中吉も増えてますね、からのむっちゃんで、コツはルカティン。むっちゃんの評価がちょっと気にしないとね、上がっていかないっていうのはあります。ローリング打法、これはなんだ、司令塔のコツをつかむか、サッカーでいう司令塔をつかむとローリング打法ね、なるほど。でむっちゃん回復してくれる、いやいいね。からの守備連、火山銀がいるからね、練習効果15番ついてるんで、あまた、なんかこれまたつかめんの、あ何回でもつかめんだ、知らなかった。っていうかさ、なんか本番で来てくれよって感じだけど、あこれ大丈夫、よしトリックした。まあ、C まで上げてればね結構成功するイメージはありますね。ヤバイくん、むっちゃんお一人か、どうすっかな。1回もまだ遊びに行ってないとはいえ、ただまあ3回で済むからね。ヘッスラとかをつかみたいんだよ、だからヤバイくんのコツ。あとなんかつか、粘り悪球代打ヘッスラホーム突入、いつものやつですね。ホームシッシュプレッシャーラン、気分屋はもうマジで置いとく、本当にいらない。ローリングラフ4でも377だからね、怪物を掴まないと無理だわ。これ
骸骨がつかめないからね。トリックスターも取っちゃおう。オッケー、これでいっか、とりあえずは。じゃあこれ。臨床は22。で、不運の結果、3回目。これが弾を受ける。これで上り竜ですね。え、あ、そうか。三塁手にしたからか。これ成功すると三塁手もつくのか。まあ、三塁手っていうか、選んだやつだけど。でちなみになんか弾がねボコって当たると多分失敗っすね。なんか弾をスパーンって取ったじゃないですか、そのイベントの内容的に。あ、メンタルに来てねえかー。じゃあここはもう遊びます。めっちゃんとこういう回復どころでやっていきましょう。もう一個カロリーバーはでもあったよね。でこれパンにしとこう。で調子安定が取れるはずなんで OK。まあ読まないでいいやん。さてメンタルいいね、まあ、精神と技術は変な話いくらあってもいいからね。でバレンタイン、おお、もらえた。でこれか、走塁かって言われたら、そうだね、ちょっとカザインと練習してサッカー狙う。そう、この編成はねサッカー要員が2人いるから。で高速ベースランからの、そう高速ベースランからの、なんか矢部くんが走塁のコツをくれたりするんだよね、たまーに。何なんだろうね、ちょっと条件が分かんない。でメンタルで回復がいけますね。ルカティンもいるし、監督許可も上げられる。で1周前どうしようかな。やってカロリーバー食っちゃう。結構経験点は悪くないよね。どうしようかな、無理やりやるべきかちょっとわからんな。その前にちょっとミートマシーンにしておく。パワー上げよう。ちょっと牙との勝負があるから。で広角打法もちょっと取っちゃおう。1で、であとは精神を使うやつ取ってきますか。満塁男、カジバも取ろう。技術が足りてないのか。ラッキーボーイね、若干技術を使うんだ。連打とかもね技術使うからね、きついよな。ローリング打法がきつい。そうすると上り竜はまあ直取りしてもいいレベルではあるけど、それを考えると技術が欲しいのか。うっちゃんの回復にかけよう。よし、ヤバイ君との練習はしてくれた。で回復してくれた。 OK、 いいんじゃないですか。からの守備練、いいね。まあ一人か。で小筆は回復要員に使うでしょ。パワーコツまた。で1人か。ここでな、むっちゃんとかね2人とか絡んでくれるとマジで嬉しいんだけど。で小札は回復要員、走塁1人。いや厳しいな、走塁1人だったらルカティンでサッカー狙うのもありだよね。むっちゃんやっぱ足りてねえな。でももう2回あれをやるのか。1回怪我してるからな。ちょっとルカティンサッカー、よし。ささやき破り、なかなか重いやつを手に入れたな。でメンタルにはいない、まあ、無理やりやる感じでもないんで、まあ、精神は余るよね。チャンス直乗りしちゃっていいか。まあ、それか普通に補給を上げていくか。てかさ、牙来なくね。そろそろ1回目が送ってこないと。呼吸に手に入れてるからちょっと上げてみる。臨床使うのか。でもまあトリックスターは取ってて、高速ベースランを取ってないんだ、重い。もう1コツが欲しかったけど、あ、むっちゃんがいるわ。はい、
ってこれは技術をちょっとでも稼ごう。はい、ソームラン。いけてるっしょ。オッケー。大してなかったし。大したことはなかったね。精神を多めにくれんのか。ああ、これなんか牙が乾燥できなさそうだな。もうこういうどうでもいいイベントはいいよ。え、むっちゃんまだダメ。どうしようかな。ヤバイくんが絡んでるから。結構経験点的にはもらえるよね。でちょっとむっちゃんの評価まだいいか。ここは火山にしてサッカーヤバいくんか。まあいいや、どっちやっていい。あ、来た1回目惜しいなーい。さてパワー的には大丈夫。パワー比は持ってないけど広角打法があるんで狙っていくか。もう一本だな。よし、 OK。 まあ、なんだかんだでなんとかなってんな俺。牙は結構苦手なんだよね。打率5割いけばいい方なんだけど今回は調子いいね。まあ、スバルもめった打ちにしたけどね。まあ、スバルか牙かって言ったら牙の方が全然嫌い。本当に打ちづらい。あ、これは回復してくれるんで、サボり癖になってもサボり癖自体を取ってくれるよね。でここはそうだね、まあ、人がいっぱいいるからこれでルカティンが練習してくれれば OK。 キャッチャーコツ、え、なんでキャッチャーじゃなくてもキャッチャーコツ手に入るんだ。これ下でいいや。え、じゃあ青染めする。いわゆるちょっと待って、パワー A にするか。あ、でパワー比を取んなきゃいけないんだ。結局直取りになるんだったらそうだよね、取っちゃおう。まあこれが今のところまあまあ妥当かな。本当に点取られるよねスバルって。マジでタイピン三角っていうところがね、多分相当いけないと思う。で、ちょっとでも技術を稼ぐ。技術にさえ気をつけてればいいんだけど、あ、どうしよう、ルカティンがいるな、28%。5月か、あと1回だよね。ちょっとあと1回遊んじゃおう。これでもし、強化が乗らなかったら、ちょっと気にかけてあげなきゃいけないよね。で、ホムラちゃん、あ、乗ってねえわ。で、ホムラちゃんはね、意外にコツをたくさん持ってるんで、コツの軽減っていう分にはいいんだけど、やっぱルカティンだな。まあ、火山員もいるし。からの、絡んでくれねえか、まあ、ルカティン。お、キバ。今から勝負。で、試合が始まっちゃうともうキバは出てこないからね。もう6月になるか。OK。とりあえず5球勝負ってね、なかなかだからね。あれ持っていけるのか。やっぱパワー A までした甲斐があったな。そう、結局ね、アーチスト要は直取りしなきゃいけないっていうのと、まあそのパワー比が直取りになるから、あと一発逆転王もね、ちょっと直取りしなきゃいけないっていうのが、この筋力を使う要因になるんですよ。うお、何にもね、ほんと何にもね、これガチで何にもね。かといってさ、カロリーを使うような案件でもないからね。寝よ。お、来たー。よし。でさ、ホームランって何本打てばいいの？そもそも。あ、4本打ったときは取れたんだよね。3本とかでもいいのかな？
この能力があればマジでどうにかなる。パワー C とかだとね、俺は若干きついんだよね。てか2本しか打ててないけど、まだ大丈夫。パワー A、 パワー非広角だからね、多分今のも広角打法ないとね、詰まってると思うんだよね。これはさすがに詰められるか。爆速がマジで重いから、こういう時さ、スカウトさんとかいないのかね。あいつはマジですげえみたいな。スバルから10本ホームラン打って、キバからも、あのキバからもホームランを打ちまくって、一体何なんだみたいな。キバだって絶対スカウトさんに注目されてるっしょ、普通に考えて。ちょっとここルカティンでいきます。サッカーを狙う。コツくれないね。バックスピン、お、流し打ちだ。やったやったっていうかさ、練習だからね、初戦今。あ、上がりきってない。ちょっとむっちゃんやんないと。最悪一回普通に遊ぶ。あ、遊べんの、ダッキーボーイ。ありがとう。ここでの回復はほんと助かる。小筆ノート。え、なんかある。長所でも伸ばしとこう。パワーが上がった。やったぜ。からのメンタル。もうメンタルが来るってことは、ルカティンかカザインのどっちかだからね。カワゴと4だし。何気に。え？なんで長所を伸ばそうでさ。長所って補給上がんないの？まあいいや、100にしとこう。100にするとメートル伸びるよね。で高速ベースランちょっと重いからもう掴んじゃって、アーティストも取っとくでしょ。流し打ちも掴んで、ローリングがまだか。ローリングがダッキーボーイと、ローリング、うわ、ローリング、そうだよな、377とか重すぎだろ。ちょっと一発逆転をもう取ろう。で何しようとしたんだっけ。あ、メンタルか。そこからのルカティン、ルカティンかホムラちゃんかって言ったらルカティンだな。でチャンスもまあ取んなきゃいけないは取んなきゃいけないから、ほい、これやる気上がる？上がった。あとむっちゃんってちなみにどうなってんの評価。わかんねえ、わかんねえけど、いや、はい、練習はしないか、しないか。多分順番があるからね。スカウトさんが先なのか、練習が先なのか。そう、タイガ君はね、試合経験点ボーナスゲーム。むっちゃ足りねえ、やろう。回復してくれ。88とかめっちゃくれんな。ストレッチマンウドが発動した、まあ、回復量的にはストレッチマンウドの方があるけど、回復っていうか評価が足りねえから、うわ、ここやりてえ。ここもやりたいけど、ちょっとこれやりてえ。はい、ここに来て爆弾かい。最後なんかむっちゃんいなかったら、むっちゃんと遊んでみる。え、まだ遊べるよね、空遊びみたいな、あんのかな。あれ、 B 状態となんか使ったっけ。あ、あれだ、盗塁取んなきゃいけねえんだ。盗塁シナリオ特殊能力みたいなの、流し打ちと盗塁で、ピッチャーの方は対左と尻上がり。これも取っていきますっけ。さすがに1点取られてるよ。パワフル攻撃に入ります。この回のトップバッターは大室、投げた、打った、強い当たり、点は取り返す。さあ、勝ち越しのチャンスを迎えました。ルカティンが出てる。2アウトランナー1塁2塁という場面。うわ、際どい。第2球、投げた、打った、これは強烈、いった。まあ、あれだけ打ち込んだからな。てか6回の裏、点数差が
この回の先頭バッターは大室、今日4打点を打ちました。痛烈いったお、バンタン投げてるか、頑張るね。ワンアウトランナーなしという場面で大室、ここまで俺以外は結構抑えてるからね。まあ3失点くらいは覚悟しておかないとね。おお、なんもね、むっちゃんやっとくか。何にも起きない、何にも起きません。よし、とりあえずたまったはたまった。え、どうしようかな、ちょっと回復しとくか。ここでバーを使おう。で、火山院、サッカー練習も期待しつつコツももらう。サッカー起きねえな。どうだろうね、行ってるかな。チャンス取りますか。はいはい、470で盗塁もちょっと忘れちゃいそうだから取っとく。で、まるでいいはず。あとは技術精神がまああんのか。対左打者を取るでしょ、と尻上がりも取っとくでしょ。印象があるから打球反応牽制とかここら辺取って、ポーカーフェイスも取って、精神が余ってればね、根性とかを使っていってもよかったんだけど、安全圏取る、バント封じもいけるな。先制ストライクもいいね。印象使わねえかな。順応とかはちょっと重い。速球対抗心全開、アウトロー球威、こんなところでどうでしょうか。あと野手特能もね、まあもちろんコツを掴んで、ゲ、上り竜取ってねえや、取ろう。もういいや、ゲ、ローリングだ、ほしまった。377、ちょっと重いよね。ちょっと待って、すいません、マジで1回解除する。まず、金徳を抑えよう、金徳を。で、上り竜取るでしょ。で、ローリングだ、ほ取るでしょ。よし。とりあえずこれだな。で、チャンスは抑えよう、チャンスは。ほいほい。これだと試合経験点とかで何とかしていく。てか今回結構調子いいよね。かなりいけてると思うんだけど、これ疲れるやつだよね。断って退散する。サヨナラとかはこれでよし。あ、メンタルがいける。うわー、これはやりたいな。で、最後がこれで練習できる。またパワーコツ、パワーコツも5だし。パワーが5になってもまあしょうがないっちゃしょうがないんだけどな。あとその通常のね、基礎能力がどこまでいけばメートルが上がるのかっていうのもやっぱり把握しとかなきゃいけないんで、ちょっとシナリオのあれから掴んでいきましょう。盗塁って投手掴める、これ。対左、あ、これもう尻上がりが取れねえな。じゃあちょっと尻上がりは試合をやれば多分取れるんで。よし、この経験点で尻上がりが取れるんで、で野手の特殊能力の軽いものはもうほぼ掴んだはずだから、ちょっと投手の方に手を出していきましょう。だから敏捷使うやつとかね、投手って普通敏捷使わないじゃないですか。だからその分安めにはなってるっていうのはあるんですけど、ちょっと技術足んねえな。まあ、ポーカーフェイス取るでしょ。だ、本当だったらクイックとかここへの打球反応も取ってはおきたいんだけど、ちょっと技術不足。バント封じは安いから取る。やっぱなんだかんだって技術だな。前回取っとくか。ちょうど筋力と精神余ってるし。で、そう考えると怪我しにくさ。技術か。うわ、もう技術ないから全然取れねえわ。
これが何、あ、根性か。ちょっとこの2つは精神を使うからね、やっぱり技術と精神っていうのはあって全然いいね。ここどっちがいい、もう最後の練習だからね。ルカティ最後サッカーやって、やらない、どうかな、取れるかな。むっちゃくちゃ点取られたな、8とか。別に俺が取られたわけじゃないけどさ。さてこれで勝負しか取れるかどうかだね。この編成のいいところは、小村ちゃんもエピログポイントをくれるということ。代打の神様も軽いしね。しかもかなり掴めたし、あ、いけたいけたいか、いけた。でサッカーでしょ。なぜか精神が下がる謎。経験点は1万には到達しなかったけど、じゃあ勝負し取って代打の神様を取るでしょう。これ金徳は抑えたはず。ハイボールヒッター、コツがあるものは掴んでいきますか。気分屋はここで取ろう。で敏将がなんだかんだででもいっぱいあんのか。じゃあ速攻取ろう。で一層も取る。サイン察知もまあまあかな。でクイック、打球反応、牽制、ここら辺は敏将使うんで。であとなるべく技術を使いたくないから根性からの、まあ、重い球もまあまあか。どうしようかな、速球対抗心でアウトロー球威もいけるか。これでただなくなってしまったから技術不足にはなるね。どうしてもそこはしょうがない。じゃあなんかちょっとメートルが上がるかって言われて、そもそもまあメートルは表示されないけどね、まだ始まってないからどうですかね。なかなかいいんじゃないでしょうか。練習くん S5 で結局ピッチャーの能力も取るから査定的にはちょっと伸びづらいところはあるよね。ピッ、いやでもさ査定伸ばしても1%だからね、 S5 から S6 にしたって。だったらやっぱりピッチャーの得能を取っていった方がいいんじゃないかなとは思います。まあ、大体多分ね S5 前後になると思う、俺はやっていくと。で勝負師取って、だから奇特的なものはもう全部取ったよね。まず上り竜取りました。でアーチスとローリング打法を代打の神様で、これで一つでしょ。で一発逆転をカジバのバカ力からあるよね。で勝負師もある。でトリックスターと高速ベースランあります。だったら特能の数で投手もまあそこそこ、補給が S になってるんでちょっと伸びますみたいな。これ悪くないんじゃん。なんかこれが一番良かったらどうしようやってて、まあ、大体そういうもんなんですよね。こういう時に限ってうまくいくみたいな、まあ、感じになるんで、一応野手はまあこれをベースにしていこうと思います。うん、まあ作れたから作れんじゃない。で投手はねまだ全然考えてないんで、ちょっとこれから詰めていきたいと思います。まあそんなわけでね、まあサクセス満点今回一人だからね、まあ、そこはなんとかなるっちゃなんとかなるかな、わかんない。あと報酬が誰になるか、まあ毎回言ってますけれども、まあ、それによってかなりモチベーションは変わってくるんで、まあ、ただパワフルサッカーのミネはねもう出ちゃってるし、まあ、仮にミネが報酬になったとしてもまあ、あんまり燃えなかったんですけれども、まあそれはだからパワチャレで報酬になって全然良かったかなと思います。俺はもうそもそも SR を取らなかったんで、まあそんなわけで、もうすぐサクセスマウンテンが始まりますので、皆さん頑張っていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。